はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、8月17日より LINEPay が PayPay の加盟店で決済可能にということで、今回は LINEPay と PayPay についてですね。この動画ではタイトル通り、LINEPay が PayPay の加盟店で使えるようになりますよということと、それができることによってのメリットなどをまとめましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょうってことでね、今回発表がありましたのはこちら、l i n e p イが PayPay 加盟店で使えるようにということで、まあこれに関したらね、ちょっと前ぐらいにまあ発表があったんですけども、いつぐらいから始まるのかっていう明確な日付っていうのは決まってなかったんですよ。ですけども今回は2021年の8月17日火曜日より使えるようになりますよっていうことが発表されました。 で、今回ですね。まあ、使えることによっての、まあ、プレスリリースをちょっと見ていきましょう。ペイペイ加盟店において、LINEPay での支払いが8月17日から可能に、QR コードの連携を記念して、同日からキャンペーンを開催ということで、ここですね。ペイペイ株式会社と LINEPay 株式会社は、対象のペイペイ加盟店において、LINEPay での支払いが2021年8月17日より可能になりますので、お知らせしますと。で、今回、ポイントここなんですよね。対象となるのは、全国328万箇所以上のペイペイ 加盟店のうちユーザースキャン方式の加盟店ですと。また QR コード連携を記念してキャンペーン開催ということなんですけども、ユーザースキャン方式ってのは、もうその名の通りなんですけども、この画像の通りですね。LINEPay を使って PayPay のバーコードを読み取ると。これがいわゆるそのユーザースキャン方式というものになるらしいんですけども、 今回はこれが対応するということですね。なので、ここにも出ているように、l i n e p a y ユーザーは従来の l i n e p a y 加盟店での支払いに加えて、全国328万箇所以上の PayPay 加盟店のうち、ユーザーが QR コードを読み取るユーザースキャン方式加盟店において、店舗の QR コードを読み取って、金額を入力するだけで支払いが可能になるので、利用可能箇所が大幅に増え、利便性が向上しますということですね。まあ、実際にどういったお店で PayPay が使えたりとか、l i n e p a y が使えたりっていうのは、住んでる地域によって全然違うと思う ですけどもやっぱりペイペイが使えるところっていうのは圧倒的に多いと思うので ここはね、普段から LINEPay を、まあメインで使われている方からすれば結構嬉しいニュースかなと思いました。で、先ほどお伝えしてた、ここの QR コードの連携を記念して、同日からキャンペーンを開催ということで、もうみんな大好きキャンペーンということで、今回ね、ムムムってなったんですけども、まあそれがここですね、QR コード連携記念キャンペーンについて、PayPay ペイペイと LINEPay の QR コード連携記念して、キャンペーンを実施いたしますということで、なんと、宮川大輔コラボスタンプ無料配布キャンペーンのみと、え、 そうなんですよね。まあわかんないです。まだちょっとこれだけしか出てないので、明確にこれだけかどうかとはちょっとわかんないんですけども。 このキャンペーンはね、キャンペーン期間中、ペイペイの LINE 公式アカウントを友達追加していただいた方に、ペイペイ、l i n e ペ a 宮川大輔のコラボスタンプをなんと無料でもらえるということですね。8月17日から11月8日までということですので、まあ、ペイ,ペイさんのことなので、まさかスタンプだけで終わるとはね、僕はあまり思いたくはないですけども、とりあえずね、無料でスタンプがもらえるということでございますので、ぜひね、この期間中はコラボスタンプゲットしてみてはいいんじゃないですか で,しょうかで、LINEPay 側にもですね、公式ページにどんな風になるのかっていう説明書きが出ておりましたので、こちらも一緒に見ていきましょう。まずここですね、LINEPay ユーザーの設定不要で読み取りが可能ということで、QR コードをスキャンする支払い方法を導入している PayPay 加盟店の QR コードを LINEPay で読み取ると、そのまま LINEPay で支払いできますということで、まあ、先ほどはちょっとイラストになってたんですけども、ご覧のようなこういった QR コードが出てるところで、LINEPay の QR コードを読み取りり使って掲載すれば、まあ、掲載完了とということになりますで、その際ですね、こういった目印があるみたいですね。まあ、ちょっと実際に始まってないので僕もまだ見,ら見たことはないんですけども、このマークが目印、LINEPay、LINEPay も使えますということですね。まあ、ちょっと前も話題になってた、 確かあれですかね楽天ペイで英雄イの加盟店で決済できるとかでしたっけ逆でしたっけまだ僕は出くわしたことないというか、それをやったことないのでわかんないですけども、ちょっとそれに似てるとこはあるんじゃないかなと勝手に思ってます。 間違ってたらすいません。で、もしですね、その PayPay 加盟店で LINEPay 決済をする場合の注意事項というのは色々出てるんですけども、まあ一部ピックアップをすると、例えば LINEPay も使えますの目印がない PayPay 加盟店や自動販売機など一部ご利用いただけない場合があると。まあこれ多分事前にお店とかでここで LINEPay 決済できますかとかそういったことを伺うのがいいと思います。そしてここも大事ですね。PayPay 加盟店で LINEPay で支払う場合、LINEPay のクーポンであったり特典クーポン、そして PayPay クーポンはご利用いただけませんので気をつけてください まあ、あくまでも、も、まあ、LINE が使えるところっていうところに限るかなと思いますでここも重要ですね。PayPay 加盟店で、LINEPay で支払う場合、PayPay ボーナスは付与されません。ということですね。で、ちょっと注目なのはここですね。支払い方法なんですけども、QR コードを読み取って LINEPay で支払いと。 ペイペイ加盟店で l i n e p イで支払う場合は PayPay ペイペイでとお伝えしてくださいということですね。ちょっとややこしいですけどね。で、やり方としたら画面上に出てるように l i n e p イのウォレットの画面の右上のバーコードを読み取るところですね。多分ウォレットの画面の右上の読み取るところからコードリーダーと。で、バーコードを読み取った後に、まあ、金額を入力して OK をして、あとは決済画面のところで支払うをタップすると。まあ、これはいつも通り l i n e p イで決済する画面と同じですね。これで決済が完了と。 いうことになります。まあ、やり方としてはめちゃくちゃシンプルなんですけども、ちょっと見ていただきたいのはここなんですよね。完了画面が表示された後に、スタッフに画面を提示してくださいと。で、決済時になんとですね、 ペイペイってなっちゃうらしいんですよ。ラインペイじゃなくて、ペイペイってなるらしいので、むしろちょっとこれが聞きたいがために、ペイペイが使えるところで、ラインペイ決済をちょっとやってみたいというところはあります。要望があればちょっと動画にしたいですね。でですね、ラインペイのメリットということで、これは僕の方で後ほどちょっとお伝えしようかなと思うんですが、今ここに出てるメリットとしたら、例えば選べるチャージ方法ということで、まあラインペイに関したらね、結構チャージ方法豊富なので、銀行口座セブン銀行 ATM、ファインポート QR コード、バーコード、東急線券売機、まあこういったところでチャージが できると。そしたらここのチャージペイですねやっぱり LINE ペイといったらここはちょっと魅力的なところでもありますよねで他にもですねよくあるご質問ということでいろんな情報がですね出てますのでまあ、細かいところはぜひご覧になっていただければと思いますでですね先ほど僕がお伝えしかけた PayPay 加盟店で LINE ペイ決済可能になるメリットはということでまあ、僕なりにちょっと3つピックアップをさせていただきましたまず1つ目なんですけどもまあちょっとお伝えしたように日常で LINE ペイをまあメインのコード決済として使われている方はですねいわゆるその決済方法を集約できるということ ちょっと PayPay ペイペイは使ってないけど LINEPay は使ってるっていう方であれば、まあ、今回の発表はちょっと嬉しい方も中にはいらっしゃるかと思います、まあ、おそらくね PayPay ペイペイヘビーユーザーの方も多いとは思うんですけども LINEPay、まあ、ヘビーユーザーの方であれば、まあ、ちょっと嬉しいニュースかなというふうにも思いました続きまして2つ目のメリットなんですけどもチャージペイが使えるということですね、まあ、今使えるねクレジットカードに関しては VisaLINEPay クレジットカードであったりとか一部の三井住友カードまあこういったところがね今チャージペイに対応していると けどね、まあチャージペイといえばやっぱりここの還元率なんですよね <laughs>。チャージペイの場合はコード支払いとか請求書支払い、そしてオンライン支払いの場合は0.5%還元になっちゃうんですよね。なので通常のビザラインペイクレジットカードでの決済の方が還元率が高いので、まあ無理にね、このチャージペイを使うって必要はないんですけども、まあこの請求書支払いで手数料かからず0.5%還元とかでも使えたりするので、まあそこがね、このラインペイのね、 ちょっといいところでもあったりしますけど気をつけてほしいのはチャージペイではなくてただのコード支払いとか請求書支払いオンライン支払いタッチ決済これらを残高バレーで決済した場合に関したら0%還元となりますのでまあ今回の発表からすればチャージペイを使ってでの決済の方がまあいいのかなという風にも思いましたで最後3つ目のメリットとしてやっぱりここですよね LINE ポイントが利用可能ということですよねまあ、LINE ポイントの使い方って本当様々あると思うんですけどもやっぱりこの LINE ペイを使って消費ができる消化ができるというのは まあ、1つのメリットかなといいう,うにも思いますで、他にもですね、たまった LINE ポイントに関したら PayPay ボーナスにも交換することもできますので、そこもまた魅力的ですよね。もし交換する場合は25ポイント、LINE ポイントが25ポイントから PayPay ボーナスに交換することができます。今回の発表の中でですね、PayPay 加盟店で LINEPay 決済可能になることによってのまあ、注意することということで、まあ、こちらもね、事前に押さえた方がいいかなというふうに思いまして、まあそれが2点なんですけども、冒頭でもお伝えしたように PayPay 加盟店のうちユーザースキャン方式の加盟店が 対象ということですねまあ、先ほどのイラストでもお伝えしたようにとりあえずこの LINE ペイを使って PayPay のバーコードを読み取るという方式が対応しているとなので LINE ペイのバーコードを提示して決済してもらう方式とは違いますのでここは事前に押さえておいてくださいそして2つ目こちらも重要かなと思いましてもし PayPay が使えるお店であれば クレジットカード払いであったりとか、ソフトバンクワインバイルまとめて支払いの方が還元率がですね、高い場合もあります。まあ、ちょっと細かい計算とかは出さないんですけども、PayPay ペイペイの通常の還元率が0.5%還元、で、チャージペイも0.5%還元なので、まあ、ぶっちゃけ、その時点では同じなんですけども、PayPay ペイペイの場合は、PayPay ペイペイステップで還元率がアップした状態で、人によっては1%還元の人もいると思いますし、もしくは、ソフトバンクワインバイルまとめて支払いの場合は、任意のクレジットカードを設定した場合、そっちのクレジットカードに1%とかの還元が 行くことがあるのでそういった方法で使えば PayPay の方が関連率は高く使うこともできますんでまあ、無理に LINE Pay のチャージ &Pay を使って PayPay 加盟店で決済する必要っていうのはないんじゃないかなっていう時もあるかもしれませんまあ、ちょっとねこれはご自身によって変わるかもしれないのでそこはぜひご自身で考えてみてくださいでですね先ほどお伝えしたメリットの中のこの LINE ポイントが使えるっていうところがですねお伝えしたと思うんですがまあ、ちょっとねこれに関連することでまあ、キャンペーンが開催されておりまして それがね、今現在開催中の夏の PayPay ペイペイ祭りのキャンペーンなんですけども、友達紹介キャンペーン、紹介した友達が条件を達成すると、紹介した人に500円相当の PayPay ペイペイボーナス、そして、紹介された方にですね、500円相当のプレゼントということで、おそらく視聴者さんの中で PayPay ペイペイをされてない方はかなり少ないと思うんですけども、このキャンペーン自体は7月25日まで開催中でございまして、付与条件としたらですね、紹介した人に関したら500円相当、これ1人紹介ごとに500円相当もらえて、最大10人まで紹介することができます。なので、5000円まで 可能とということで,す、ね、で、すねで紹介された方はですね、500円相当、1回に500円相当をもらうことができます。細かい条件としたらですね、ここにも出てる通りなんですけども、条件達成には紹介された人が、紹介コードの登録、そして1000円以上の決済が必要です。そして後日ペ、PayPay ペボーナスが付与されると。その PayPay ペペボーナスは出勤とか譲渡はできませんので気をつけてください。で、さらにですね、まあ、紹介した人限定にはなるんですけども、まあ、先ほどとは別に、もし LINE ポイントを持ってたらですね、PayPay ペペボーナスに交換することで、最大25%増量キャンペーンというのは 開催中でございます、まあ、これはね、以前開催されてたキャンペーンに近いものはあるんですけども、付与上限が500円相当までとなっておりまして、なので2000ポイント交換することで2500円相当の PayPay ボーナスをゲットすることができます。 なのでね、もしお友達ご家族とかで、まだ PayPay ペイペイされてない方はですね、このタイミングで始めてみてもいいのかなというふうにも思います。まあそんなこんなで今回は LINEPay が PayPay ペイペイ加盟店で使えるようになりますよということについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、今回この発表があって僕なりにやっぱ気になることは、LINEPay の画面から PayPay ペイペイってなるのがね、ちょっと聞いてみたいなっていう好奇心の方が今強くはなっていますね。で、あとはですね、ちょっと先ほどもお伝えした無料スタンプ以外の何かしらのキャンプ、 ペンがあればですねちょっとこれはこれで盛り上がるとは僕は思ってるんですけどもまあ、そこはねちょっとペイペイもしくは LINE ペイにね一つ期待したいところではありますもしこれを見てる担当者の方がいらっしゃったらぜひぜひお願いしますで先ほどお伝えしたペイペイのインストールまだの方いらっしゃったらですねまあほとんどいないと思うんですけども僕の招待コードで良ければ使っていただくと嬉しいですこちら概要欄に貼っておきますんで詳細気になる方いらっしゃいましたら見ていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました thank mm -hmm. you